皆さんこんにちは、エルダーゲームチャンネルのエルダーです。今回は星4構成でもできる模擬宇宙黄金と機械を無限凍結でクリアする方法について解説をしていきたいと思います。模擬宇宙でいろいろ遊んでいるとやってみたいのが記憶を使った凍結パーティーかなと思いますね。相手を氷漬けにして無限に俺のターン的なことをやってみたかったので、記憶と話題のカスタムサイコロを使って遊んでみました。意外と星4配布構成でもいけたので、その内容を紹介していきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それでは早速攻略の方法についてですが、カスタムサイコロはエリアの水量を使用します。言わずと知れたルアン遭遇特化サイコロですね。ただこれだけだと運寄りになってしまいますので、さらに記憶の運命を組み合わせて凍結特化にして安定感をつけた方法というところです。結構ね、説明の方が長くなりますので、それぞれ見ていきたいなと思います。まずカスタムサイコロについてですが、カスタムサイコロはエリアの追量を使用していきます。これは攻略ではマップを多く移動する必要があるため、マップ拡張効果とかパッシブ効果、こちらを使うためとなります。続いてコピーと倍増付与のサイコロ面を選ぶことです。なるべくイベント以上エリアを増やしたいので、画面のようなサイコロを用意してください。イベントエリアに乗ることができればサイコロのパッシブで離れたところにも飛べたりするので、とても相性がいいものとなってます。サイコロ面の方が準備ができないという時はエリアをコピーするものを多めに入れておけば大丈夫かなというところです。続いては汎用の配置を必須というところです。この攻略をするときにかなり活躍するサイコロ面になりますね。理由はルアンのイベントを引くために17個遭遇する必要があるためです。まあ運よく遭遇できれば一番いいんですけどね。毎回安定して遭遇するならこれを使った方がいいなというところです。なので必須級になります。まずはこちらの準備をしてください。続いてマップの立ち回りについてです。こちらも注意があります。1つ目はイベント以上マップを増やすようにサイコロを振っていくということです。イベント以上マップを増やすことによってサイコロをガンガン振っていかないといけませんので、紫色のイベント以上を選ぶようにしてください。でこちらが少ない場合はチートコードなども積極的に使っていくのが大事です。2つ目は2倍マップでイベント消化率を上げるというところです。イベント以上マップはある程度増やしたら汎用の配置で2倍マップを増やすっていうのがいいですね。イベントの中にも何度も出現するものがあるためです。こればっかり引いてしまうと17種類回すっていうことが難しいんですよね。なので倍マップは必要というところです。でこれがない場合は被ってしまうことが多くなって失敗しやすくなりますので注意をしましょう。3つ目はカウントダウンは気にせずイベントを回すというところです。こちらの攻略に関してなんですが、カウントダウンよりもイベントを回すことが重要視しています。なのでガンガン遠回りをします。順調にいけば次元階2後半でルアンが出てくるので、ルアンイベント後は器物など底上げをしていくようにしましょう。まあもちろんこれと合わせて認知を上げたり下げたりっていうことも可能なんですが、まあそのあたりは結構計算がいるかなと思います。それでは注意することについても話をしておきたいと思います。まあ今回のルアン遭遇に関してはイベントを多く回すので、ちょっとしたことっていうのを気をつけないといけません。イベントの内容については後ほど話したいと思いますが、それよりも大事なのが記憶の祝福を効率よくちゃんと集めることという点です。でこれを攻略するときなんですが、ルアンが出てくるまでいろんな祝福をゲットできる機会っていうのがあります。まあボスを倒したりとか、そのイベント内での戦闘とかですね。でそういったときになるべく祝福をゲットしておかないと火力が全く足りないっていうところになります。またルアンのイベントでは祝福が全部もらえるっていうのがあるんですけど、自分の運命が必ずもらえるっていうわけではありません。なので記憶の祝福はあらかじめしっかり集めておくっていうことが大事になります。以上が今回の攻略をする上での重要なポイントとなります。まあ、こちらは必須項目となりますので、ぜひ覚えておいたり、試すという方は準備の方は怠らないようにしてください。では続いてキャラの紹介です。続いてキャラクターの紹介です。
キャラクターに関してはナノカ、孫悟主人公、ヘルタ、リンクスで今回行きました。ナノカがいればいいかなというところですが、まあ主人公リンクスがいるのも結構大事なところかなと思います。で今回記憶を使うってところなんですけど、記憶の凍結を生かすので氷編成を多めにしています。とにかく凍結を中心に回していくっていうところですね。特にこの編成においてはナノカは必須となっています。氷全体攻撃ができ凍結を狙えるキャラなので欲しいというところですね。また胴体を効果命中にしておけば凍結の確率も上がりますので、火力というより凍結の状態以上を大量に狙う要素というところです。また耐久値がないと高難易度は耐えれない状況となりますので、孫悟キャラとかリンクスを採用して耐久値を上げるようにしましょう。まあ、育成自体はしっかりめにしておかないと次元界1で負けてしまうことも多々あるので、その点は気をつけてください。レベルはなるべく80近くまで上げておくのがベストです。それでは準備ができましたので早速スタートしていきましょう。マップの状況としてはスタート地点周りが微妙ですが、2倍以上マップが出ているのでこのまま続けていきたいと思います。最初の開拓は祝福でチートコートを選びます。確実にイベントマップを増やしたいので当然ですね。それでは祝福も欲しいので倒しながら進めていきましょう。結構火力が低いので苦戦してます。ヘルタだけが頼りになりますので頑張って進めていきましょう。ここで最初の祝福ですが、当たりが来ました。戦慄に関しては氷弱点属性を付与できるので、銀狼がいなくても高確率で弱点をつけれます。これはぜひ記憶をする場合は取っておきたいものですね。それは記憶の反響を火力源とするからです。凍結もするので相手をより凍結状態を維持しやすく戦いやすくなるってわけですね。まあ序盤は戦闘とサイコロが長いのでどんどん進めちゃっていきましょう。はい、では進めていってるとイベントの中でも厄介なチートコードっていうのが来ましたね。これは外れイベントですが、選択を間違えると終わってしまうっていうものになります。まあ終わってしまうっていうのが結構ね、戦闘面で終わってしまうっていう部分です。でこれの選択肢なんですが、一番上のリスクはないを選ばないと次回遭遇した時に強制戦闘が入ります。しかもこれがガチ編成で勝てないのでマジでやばいんですよね。一番上を選べば遭遇することがないので間違えないようにしましょう。それではどんどん大量のイベントマップを回っていきましょう。まあ見てもらった通りなんですが、強制戦闘がかなり多くなっています。これでもなるべく避けてるところです。というか多すぎるぐらいですね。もちろん避ける選択肢もありなんですが、ここでしっかり祝福をゲットしているかどうかで後半の火力につながる部分となります。だからあえて戦ってるっていう部分もありましたね。祝福に関しては記憶がない場合は弱点撃破率がついたものや孫悟などといった長期戦向けにしていくといいかと思います。どうしても次元界1では火力が足りないので長期戦になってたんですよね。それを想定して先に選んでるっていうのがあります。あとは今回記憶がどれぐらい強いのかというか、これで星4キャラで攻略する上で弱い場合を想定して進めていってますので、まあそういった意味で火力を選んでないので耐久値よりっていうとこです。そうこう話してるうちに2つ目の注意イベントが来ましたね。まあ、選択肢を間違えるとリスクが多くなるので、砂糖優しくで戦闘を避けていくっていうふうにしていきましょう。これもらう器物によってはマイナスになるのでちょっとしんどいんですよね。でもちろん選択した時にかけらマイナス 50% とかも痛いんですが、
戦闘よりも圧倒的に軽いので、ここはもうかけらを捨てていきましょう。それでは最初のボスです。ここを倒せるかどうかが重要になりますね。基本ボス戦は長くなりますが、祝福が少ない状態だと次元界1が一番時間かかります。とにかく全滅しないように回復しながら凍結をしっかり狙っていきます。ちなみにこのヘルタですが、虚構女児なら余裕で4万点が狙えるぐらいの育成はしています。それでも難易度5だとこのダメージなので結構硬くて辛いんですよね。一応戦闘に関してはオートでガンガン回すのもありなんですが、リンクスの回復が遅れることがあるので、回復の判断は自分でするっていう風にしておきましょう。意外とこれ大事だったりします。特に敵の大技の前に HP が減っていると一気にやられますので、しっかりと回復を入れるのが大事です。また7日のスキルですが、孫悟主人公に使うことが多いので、リンクスやヘルタにも使うように手動で操作するようにしましょう。結構これをしておかないと全滅っていうこともあります。まあ、そうこうしてるうちに終わりそうですね。最後は反響のダメージで撃破というとこです。かなり大事なダメージソースとなってます。で、祝福に関してなんですけど、ここは壊滅のダメージ均等を選んでおきましょう。本当は繁殖とか攻撃特化を選びたいんですけど、まあ凍結の強さを見てみたいので今回は避けてます。まあ皆さんがする際は繁殖とか攻撃系を選ぶのはいいかなと思います。それでは次元界2を進めていきましょう。ここで火力系がちょっと欲しいところですね。じゃあちょっとね、この辺りで買い物をしてみたいなと思います。で、ここでめちゃくちゃ良かったのが、あの平和の代価が出たんですよね。で、ルワン遭遇をやっていると結構かけらって足りなくなることが多いので、まあ次元解散で取引を回れそうな感じになってる。これはめちゃくちゃ熱いなというところです。じゃあこの状態もいい感じなんでね、次元界にも同じ流れでルアンが出るまでガンガン進めていきたいと思います。じゃあ早速取引なんですけど、わあこれはいいっすね。ここに来て天才クラブが来ました。まさかのかけらビルドが完成ですね。まあ150ゲットで倍なんで300が常にもらえると。なので取引エリアも頑張って回りたいところですね。ただこれに関しては今回たまたま運が良すぎたので、まあこんなにうまく遭遇することはないかなと思ってます。いや本当運が良かったなというところですね。でこの辺りでかけらも余裕ができたので祝福も買っておきましょう。で記憶を中心に取得していきます。では鬼物に運を使い果たした感じなので、サイコロ運が地獄のようになってきてますね。まあまあなんですが大丈夫です。サイコロのパッシブ効果を使えば、トークのイベントにも飛ぶことが可能です。まあ、これは自分のエリアと同じところに飛べる効果ですね。これが本当ありがたいです。おー、来ましたね。しかも、ルワン1の方です。これ、ルワン1から引かないとね、結構、強化の面では辛くなるんでね。で、選択に関しては、あまり意味がないので、適当に選びます。いやー、虚無でしたね。あんまり良くはないですが、まあ、回復とか、そのあたりが、ちょっと、使えそうな気はします。まあできればね、ソングが出てくれると耐久値が上がって良かったんですけど、これは仕方ないなというところですね。ちなみにですが、ルワンを編成していればここでかけら2000も一緒にもらえる選択肢が出てきます。なのでルワン持ちの方はぜひ入れておきましょう。それでは次のイベント以上行きたいと思います。まあだいたいルワンが出てくればもう一つ出てくるって感じかな。で2倍以上でルワンが確定なので進めていきましょう。でここでは選択は意味ないので適当に選びます。こちらもルアンがいれば全ての効果を得られますが、今回は祝福強化のみでいきたいですね。でこの効果のことを考えると、序盤から記憶の祝福をゲットするのは非常に大事なんですよね。1の時にランダムでゲットしてましたが、記憶がゲットできるとは限りません。本当ランダム要素があるので、祝福の土台は作っておくっていうのが非常に重要です。これでルアン遭遇サイコロはほぼほぼ完成となります。まああとは祝福とか器物の回収をしてボスに備えていくっていうところになりますね。それでは次元界2のボスを選んでいきたいと思います。今回はカフカがいるのでカフカを選択します。正直なところリンクスの必殺技のタイミングさえ間違えなければほぼほぼ負けることはないので、まあ、カフカで一択っていうところですね。
効果力がね、きついキャラクターというかボスが来た時はなるべく避けたいところです。それでは早速ですがダメージ見ていきましょう。さて反響のダメージはまさかの80万超えでしたね。これはめちゃくちゃ強いですね。まだまだ買い物そこまでしてないんでめちゃくちゃありがたいダメージです。ただ各キャラは祝福でそこまで強化していないので序盤と同じダメージが少なくなっているっていうところですね。凍結の増や回数が多いので相手がほとんど動けない状態は維持できるっていう面はとても強いです。あとはこの感じでじわじわとカフカを殴っていきます。最後は反響ダメージでフィニッシュですね。見てもらった通りですがこんな感じで相手の攻撃を耐えながら反響で倒すという方法になります。それでは次元解散進めていきましょう。ここでは最後の調整をしながら進めていきます。まあルアンに遭遇してないならさらにイベント巡りをするっていう感じですね。それでは最後のボスと戦っていきたいと思います。で個人的になんですけどスウォームの方が戦いやすいなっていうのがあるのでスウォームを選択します。アルジェンティとか結構削りきれないでしんどいんですよね。でその他にロボット2体とかあると思うんですけどロボット2体とかも結構しんどいです。速度が速かったりしてこちらの手が回らないっていうことがあって失敗しやすかったですね。なので個人的にはスウォームがおすすめです。しかも今回はキャラクターの攻撃力がそこまで高くないので弱点撃破をガンガン狙えるスウォームの方がいいかなと思います。で干渉レベルは17と高くなっていますが、まあ、早速戦ってみましょうか。まず最初はあえて攻撃しません。敵が増えてから攻撃していきます。これに関しては純子の祝福効果で EP 回復を狙うためです。凍結を狙いながらしっかり進めていきます。火力源はあくまで反響になるのでしっかり必殺技を使いながら相手の足止めに集中していきましょう。必殺技をすると確率ですが氷弱点も付与できるので積極的に使っていきます。さあこの調子でガンガン回していきたいと思います。でこれ注意があるんですけど凍結ができないと一気にやられるっていう可能性があります。でここで集中攻撃食らってヘルタが落ちてしまいましたね。ですが火力源は今回反響にしているので他の3名が倒れないように気をつければ勝つことは可能です。でこの中で一番注意したいのはナノカが落ちないようにしてしまうってとこですね。ナノカが落ちるともう耐えれなくなっていきます。で今回なんですけど結構虚無の祝福が当たりで持続ダメージが発生すると回復するっていう祝福があるんですよね。で今回この持続ダメージがあるのでそれが相まって回復していってます。でいつの間にかほぼ全開近くになってますね。あとはさっきまでと同じようにじっくり削っていきます。まあヘルタがいない分火力はちょっと下がってしまいますがじわじわと攻めていきます。ちょっと物足りない感じはやっぱしますよね。ただ凍らせているので安定感はそれなりにあります。
はい、という感じで、戦闘の方終わりですね。こちらのビルドに関してなんですが、今回難易度5でやっていますが、正直難易度4で十分です。で、そちらで十分回せるので、ティワを集めるだけなら目的達成はできますね。なので、難易度4を回すのをお勧めします。まあ、今回難易度5はやってますが、どうしても運要素が強いですね。まあ、最後のボスとか、これによっては普通に負けたりします。で、特に祝福や器物が揃うかはその時の運次第というところです。あとは星4を今回あえて使っていますが、星5キャラを使えばもっと楽になります。まあ、ルワン遭遇サイコロの部分さえ理解すれば他の運命でも代用できるのがいいんですよね。あとは今回ルワンも使ってないので、ルワン使えばさらに安定もします。で、他にもどんな運命でクリアできたのかっていうところを話すと、孫悟の運命であればルワン遭遇サイコロでも使えば攻略は可能でしたので、凍結に限らず試してみればと思います。まあ、どちらかというと凍結は遊びでやりましたが、ルワン遭遇サイコロがなんだかんだ強いっていうところですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。